ウクライナ軍最大の奪還目標としているウクライナ南部のクリミア半島周辺では、石油製品貯蔵施設や石油精錬施設などにおいて相次いで爆発や火災が発生しているよ。4月29日にセバストポリ軍港近くのコサック湾にあるロシア海軍の燃料タンクで大規模な火災が発生し、地元当局者などの証言ではウクライナのドローン攻撃によって攻撃されたと主張しているらしいな。その他にも、5月3日にはクリミア大橋のロシア側のクラスノダール地方のボルナにある燃料タンクが炎上している動画が SNS に投稿されているね。さて今回は、クラスノダール地方の石油精製施設が炎上したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシアのメディアによるとこの火災での死傷者はなく、消火に全力を挙げているとされているけど、出火原因についてはロシア側の一部のメディアがウクライナ軍の攻撃であるとしているものの、確認されている情報はなく攻撃によるものかどうかは不明なんだって。そして4日には同じクラスノダール地方のさらに東にあるロシア海軍黒海艦隊の基地の一つである、ノボロシースク軍港に近いイルスキーにある石油精錬施設が炎上し、消防隊によって2時間後に鎮火したとしてクラスノダール州の知事がテレグラムに投稿して伝えており、こちらについても西側メディアなどでは詳細は不明としているけど、ロシア側はウクライナドローン4機による攻撃で火災が発生したと主張しているほか、ロストフ州においても州内の石油精錬施設にドローンによる攻撃があり、火災が発生したものの消し止められたとして同州の知事が伝えているみたい。これらの炎上が報告されているロシア側の施設はいずれもウクライナ軍の支配地域からは距離があり、アメリカから供与されている高機動ロケット砲システムハイマースから発射可能な、長射程の GPS 精密誘導ロケット弾では届かないんだよな。また、ロシア側が主張しているようにドローンによる攻撃であるとしてもこれらの施設に対して、これまでにウクライナ軍が運用しているとされてきたドローンは戦争当初に戦果を上げてウクライナを救ったとして称える歌まで作られた。トルコ製バイラクタル TB2 などの大型のドローンでも飛行距離が短いために届かず、アメリカなど北大西洋条約機構NATO各国から供与された各種ドローンでも攻撃は不可能とされているぜ。そのためここ最近発生している、ウクライナ軍の支配地域から遠いロシア軍の占領地やロシア領内へのドローンによると見られる攻撃については、真にドローンが使用されたとするなら侵略戦争が開始されて以降にウクライナ軍が開発したものである可能性が高いことになるんだよね。そこで、ウクライナ軍が開発して製造し、保有していると見られる、長い航続距離を持つドローンに機種が注目されているよ。一つは、ウクライナ防衛産業企業ウクロボロンプロムが昨年10月17日に、最大 1000km の作動範囲と 75kg の弾頭重量を持つ無人航空機の開発がほぼ完了したとして発表したドローンで、詳細は不明で実用化されているかどうかもわからないけど、ウクロボロンプロムでは侵略戦争以前には、2022年末までにテストを終えて、2023年初頭までに実戦投入が可能となるとしていたことから、ロシアの侵略によって多少の遅れはあるとしても開発が完了している可能性が高いと見られているんだ。ただ弾頭重量が75キロ程度であることから、攻撃対象の目標は限られるとされているが、今回のような防備が脆弱な燃料タンクや石油精錬施設に対しては有効であると見られているぜ。またもう一つのドローンとしては、ソ連が崩壊した後にウクライナに在庫されていたソ連製の、ストリーフというジェットエンジンによって飛行する航続距離 1000km の偵察用ドローンで、2023年3月29日にクリミア半島中部のシンフェロポリ市付近にあるロシア軍航空基地付近で爆発が発生した際に、ロシア側のクリミア共和国のセルゲイ・アクショノフ首長がロシア軍がウクライナ軍のドローンを撃墜したと発表したドローンがこれだとされていて、ウクライナ軍では自爆攻撃型ドローンとしても運用されているのではないかと見られているよ。このストリーシュは正式名称をツポレフ141とされ、旧ソ連が開発して1979年から1989年にかけてソ連の西側国境地帯に配備され、
ソ連陸軍が北大西洋条約機構NATO加盟国の偵察に運用していたジェットエンジンを搭載する大型の偵察用ドローンだったんだ。全長 14.33 メートル、翼幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートル。翼面積 10.0 平方メートル、全備重量 6.215 キログラムと大型の機体を、スマンスキー KR-17A 推力 19.6 キロニュートンというジェットエンジンによって、最高速度1100キロ毎時、巡航速度1000キロ毎時、航続距離1000キロメートル、実用上昇限度6000メートルとの性能を発揮するみたい。機体のデザインは、ダーツの矢のように後方にデルタ翼が配置されていて、前方には小さなカナード翼が配置されており、KR-17A ターボジェットエンジンは後部の垂直尾翼の下で胴体の中心より上方に搭載されている形になっているね。ストリーシュの機体は発射用の台車上から固体火薬ブースターで射出され、任務を終えて帰還する際は着陸後の滑走中に機体に格納されているパラシュートを開いて着地する方法をとっているため、繰り返し使用することが可能であり、敵の最前線から後方数百キロメートルまでの範囲を高速で飛行しつつ、地上からの遠隔操縦で偵察任務を遂行するドローンとなっているんだ。ストリーシュとはロシア語で天燕を意味しており、ロシア軍ではこの機体にフィルムカメラや赤外線画像装置に EO 画像装置、イメージングレーダーなどの多様な偵察用機材を積み込んで偵察や監視に運用していたが、すでに1989年には全てを退役とさせていたな。ウクライナ軍においても旧ソ連の崩壊時に数十機を保有していたもののやはり一時退役させていたのであるが、2014年のドンバス戦争において現役として復帰させ実戦に投入されており、現在も遠隔操縦装置などを近代化させた上で稼働状態にあるものが多数あるものと見られていて、偵察監視用機器を外した後のスペースに削薬を搭載して発射すれば長射程の自爆攻撃型ドローンとして運用することが可能ってわけだ。ロシアでは4日のドローン攻撃後から、モスクワにおいて GPS の異変が多数報告されているとして独立系メディアが報じており、GPS の誤作動によってタクシーの配車システムやカーナビゲーションなどに影響が出ていると伝えられていて、モスクワ以外の都市でもカーナビゲーションの誤作動などが報告されているというけど、この原因などについては明らかにされていないよ。また、ロシアでは5月9日が対ナチスドイツ戦勝記念日として毎年各地で盛大なパレードが実施されるんだけど、今年はこのパレードが今回の攻撃以前から多くの都市で中止されることが明らかになっているよ。このパレードは軍事パレードとしての性格が強く、プーチン政権が国民の愛国心を高め国威を高揚させるイベントとして最重要視していたんだけど、すでにロシア西部の9つの州の21都市において市民の安全を確保するためとの理由で中止が発表されていたんだ。ロシア第二の都市で、プーチン大統領のふるさとでもある西部バルト海沿岸にあるサンクトペテルブルクは、軍事パレードは実施するとしているものの、航空機による編隊飛行を取りやめると地元メディアが報じていて、例年最大規模となるモスクワ中心部赤の広場での軍事パレードについても、ペスコフ大統領報道官はドローン攻撃後に予定通り実施すると述べているが、こちらもプーチン政権が不測の事態を警戒して航空機による編隊飛行は中止されるのではないかとの見方が広がっているぜ。また、この戦勝記念日では軍事パレードの他に、独ソ戦で犠牲になった家族や先祖の写真を掲げながら市民が行進する不滅の連隊と呼ばれるイベントが実施されるんだけど、プーチン政権ではウクライナ侵略戦争で戦死した兵士の遺族が参加することで、戦争反対を叫ぶ抗議デモに発展することを恐れてパレードの中止を指示しているのではないかとの見方もあるみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2022年10月8日、ウクライナ南部のクリミア半島東端とロシアのグラスノダール地方の間にある、ケルチ海峡に架かるクリミア大橋上で、走行していたトラックが爆発して橋が一時通行止めになっていたことをみんなは覚えているかな？ウクライナ側は当初関与を公式には認めていなかったよね。
だが情報機関であるウクライナ保安局 SBU のバシリー・マリューク長官がウクライナ側の関与があったことを明らかにしたらしいぜ。さて今回はそんなクリミア大橋爆破にて、ウクライナ保安局が関与を認めたことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これはマリウク長官がウクライナ人ジャーナリストのドミトロ・コマロフ氏によるインタビューにおいて明らかにしたもので、同長官がクリミア大橋の爆破について遮断しなければならないロシアの物流ルートであったため、適切な措置が取られたものだと述べていたことを、ドイツの DPA 通信など西側のメディアが報じているよ。このマリウク SBU 長官は40歳と若く、これまであまり表舞台には出てこなかった人物ではあるんだけど、SBU においては2020年3月から SBU 中央総局の汚職組織犯罪対策部門責任者として頭角を現したとされ、2022年2月16日ロシアによる侵略が開始される直前に内務副大臣に任命されているんだ。同年の3月3日にはゼレンスキー大統領によって SBU の第一副長官に任命され、同月3月25日には准将に昇進しているな。その後2022年7月18日には SBU の長官代行に就任して、8月4日にはウクライナ国家安全保障攻防会議のメンバーとなって現在に至っており、侵略戦争に合わせるかのようにゼレンスキー政権内において台頭してきた人物で、ゼレンスキー大統領の信任厚いブレインの一人と見られているよ。2019年から2022年までマリウク長官の前の SBI 長官であったイワン・バカノフ氏は、ゼレンスキー大統領の幼馴染であり、ゼレンスキー氏がコメディアン時代に主催していた劇団95地区にも所属して、2019年の大統領選挙ではゼレンスキー大統領を支援した陣営を率いていた人物でもあり、ゼレンスキー大統領誕生後に SBI 長官の座に就いたが、キエフ国立経済大学では観光関係の学科を卒業していて、政治の経験もインテリジェンスに従事したことも全くなかったために、任命当初からその資質には疑念が呈されていたんだ。しかし、ロシアの侵略開始後にクリミア半島担当の SBI 元幹部などがスパイ容疑で逮捕拘束されるなど、SBI 内部の親ロシア派による機密情報漏洩などが発覚したことや、東部のハルキウ州においても担当の SBI 幹部がロシア軍への対応において職務怠慢があったとして解任されるなど、多数の部下がロシアに協力したとされその管理に不行き届きがあったとして、ウクライナ軍規律法第47条人的被害またはその他の重大な結果を引き起こした、またはそのような結果になる恐れを生じさせた公務の不履行不適切な履行は、軍人を公務の履行から解任する根拠となるに基づいて解任されたな。ちなみにこの際には、やはりゼレンスキー大統領とコメディアン時代からの付き合いがあり、検事総長の座についていたイリーナ・ベネディクトワ氏も同じく、ウクライナ軍規律法第47条に基づいて解任されているぜ。そのバシリー・マリューク SBU 長官が、ウクライナ軍による反転攻勢が近いと見られている2023年5月末になって、なぜ2020年10月のクリミア大橋爆破について SBI の関与があったことを明らかにしたのかについて様々な憶測が飛び交っているよ。同長官は、クリミア大橋の爆破は、ウクライナ治安当局が計画した作戦と言われているが海軍による協力も大きく、また民間人有志も勝利に作戦遂行に多大な貢献をしたとしたほか、ロシアの侵略が始まった後に発覚したウクライナ政権や当局などに潜んでいたロシア側のスパイが300人余りいたとして、その数が非常に多かったことについても言及したね。しかしながら、SBU 中央総局の汚職組織犯罪対策部門責任者であったマリューク氏が長官代行となったことで、SBI や他の機関も含めてウクライナ中枢部にはびこっていた新ロシア派は一掃されたとの見方が広がっており、ここに来てクリミア大橋の爆破にウクライナ当局が関与していたことを明らかにしたのは、これまでロシアが報じていたクリミア大橋爆破の背景について、ロシア連邦保安庁が5人のロシア人に加え、3人のウクライナとアルメニアの市民の身柄を拘束したことを公表したことなどが誤りであることを指摘して、ロシア側の捜査能力を嘲笑ったのではないかとの見方があるぜ。
また、ゼレンスキー大統領以下、政府高官や軍幹部が反転攻勢が間もなく開始されると宣言しているこの状況において、ウクライナ軍がいつでもクリミア大橋への攻撃が可能であることを示唆して、心理的にプレッシャーをかけようとしているとの指摘が出ているほか、ロシア側の注目をクリミア大橋に集めておくためとの見方もあるな。加えて5月11日にイギリスのベンゴレス国防省が射程距離 250km 以上とされる長距離巡航ミサイルストームシャドウを、ウクライナに提供することを発表して明らかにしたことによって、クリミア大橋に対して現時点でウクライナ軍が支配している地域からでも攻撃を加えることが可能となったんだ。これまで、ウクライナが保有して実際に運用していた長射程のロケット弾やミサイルは、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの、多連装ロケット砲システムマースから発射可能な長射程 GPS 誘導ロケット弾である M31 であるが、その射程は最大 90km であり、ロシア本土のロシア軍拠点などを叩くことができないってわけ。また、アメリカは射程 150km とされる GLSDB 地上発射型小口径爆弾の供与を決定したことを今年2月3日に発表したぜ。この GLSDB とは、ボーイング社が開発した航空爆弾 GBU-39 小直径爆弾 SDB に、ロケットブースターを取り付けたロケット弾で、クラスター弾頭の廃止によって廃棄される M26 ロケット弾のロケットブースター部分と、弾体から翼を展開して滑空しながら GPS 誘導で目標に弾着する GBU-39 小直径爆弾 SDB 等を組み合わせて、ハイマースや M270 から発射可能とした 277mm ロケット弾だね。しかし、GBU-39 も M26 のロケットブースターも在庫が豊富にあるものの、その製造はこれから本格化するものとされ、ウクライナに届けられるのは早くても今年の秋と見られているよ。この春から夏にかけての反転攻勢作戦には間に合わないね。イギリスが、ウクライナがロシア領を攻撃することが可能となる長射程のストームシャドウ供与を急遽発表したのは、そのことが理由であると見られているよ。そしてアメリカが射程 300km のやはりマースから発射可能な短距離弾道ミサイル、ATACMSの供与を拒否する理由として挙げられていた、ロシア本土への攻撃に使用することについて、ウクライナ政府が長射程兵器は自国の主権的領土の範囲でしか使わず、ロシア国内への攻撃には使用しないとの確約をしたからとされているんだ。この際、クリミア半島については2014年にロシアによって一方的にかつ違法に併合されたウクライナの領土であり、国際社会ではロシア領土としては認めてられていないとして、クリミア半島及びクリミア大橋はウクライナの主権的領土の内側であるとして、イギリス及びアメリカも攻撃を容認したものとみられているぜ。ウクライナ軍としてはストーシャドウによっていつでもクリミア大橋を攻撃して破壊することが可能となったけど、現状で橋を破壊したとしてもクリミア半島への補給は、ロシア本土からドネツク州、ザポリージャ州、ヘルソン州のロシア軍占領地域の陸路の回廊から可能であり、破壊する意味はあまりないんだよね。しかし、反転攻勢作戦によってザポリージャ州かヘルソン州の非占領地を奪還して、アゾフ海まで打倒することができればその回廊を遮断することになり、クリミア大橋の重要性が非常に高くなり、ウクライナのクリミア半島奪還が一段と現実味を増すとの見方が広がっているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナがあらゆる兵器を使用してクリミアを奪還すると宣言したね。ロシア軍はすでに弾薬不足で補給路断絶へとつながり、東部だけが膠着状態となっているな。実際のところ、ウクライナがクリミア半島を奪還する可能性はどのくらいあるんだろう？今回はそんなウクライナのクリミア半島奪還について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍によってクリミア半島奪還作戦を水面下で着々と進められている中、ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記がウクライナ軍はクリミア半島を奪還するために、国際法で禁じられていない範囲において、
保有するすべての兵器を用い、あるいは試験的に使用するという内容文を SNS 上で明らかにしたよ。ついに全火力を持ってクリミア半島奪還に乗り出すわけだね。クリミア半島は2014年、当時の親ロシア派でもあり、ウクライナ第4代大統領ヤヌコビッチの政権が倒れた際に、ロシアが軍事介入して併合して以来、国連や西側諸国が認めていないもののロシアの統治下にあるところだな。ダニロフ書記はクリミア半島はウクライナ領であると逆に主張していて、ゼレンスキー大統領も再三にわたってクリミア半島を取り戻すと表明していることから、間もなく実施されると囁かれる大反攻作戦がクリミア奪還を視野に入れていると言って間違いないと思うぜ。面積がおよそ2万6000平方キロメートルのクリミア半島はウクライナ南部ヘルソン州とつながり黒海に突き出した形になっている島で、大陸と接続している地域西側にはペレコープ地峡と呼ばれる、長さ30キロメートル幅8キロメートルほどで陸続きになっており、その東にはアゾフ海にかけてシバーシと呼ばれる浅い干潟が広がっていて、大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡に鉄道道路併用橋が架けられて繋がっているよ。また、島の東端にあるケルチ半島の東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があって、ロシア南部のクラスノダール地方からクリミア半島に向かって突き出ているタマン半島の西端にはクリミア半島併合後に、ロシアが架けた欧州で最長を誇る 18.1km の鉄道道路も併用されたクリミア大橋があるんだ。ロシアに併合される以前のウクライナ領としては、クリミア自治共和国と大きな軍港を持つセバストポリ特別市に分かれていたけど、同国はウクライナでは唯一の自治共和国であり、港湾都市のセバストポリにある軍港がロシア海軍黒海艦隊に、期間限定で貸し出されていたことから、この共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたね。そして2014年に併合された後、クリミア自治共和国はクリミア共和国と名前を変えてロシア連邦に編入されてロシア領となり、セバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市として生まれ変わったってわけ。ロシアが2014年にクリミア半島を併合した経緯は、マイダン革命によって新ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚して、その政権の崩壊をクーデターによるものとロシアが位置づけ、ウクライナへの軍事介入を行って統治し、その際にクリミア半島はロシア軍の完全支配下に置かれたが、その土地に住む住民投票の結果と判断によってロシアが併合を宣言したものなんだ。ウクライナはもとより国際社会の多くの国家が、この併合は非合法であると承認しておらず、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、クリミア自治共和国は国際社会においては法的に承認されているほか、クリミアタタール人の民族自治機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスも活動しているよ。しかし、人口約230万人のクリミア半島では住民の約 60% がロシア人で占められ、ウクライナ国籍の人間は約 24% に過ぎず、住民の約 80% がロシア語を母国語として日常的に話しているため、マイダン革命の際にヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権がウクライナ語以外の言語を、地域公用語として認める法律を廃止した際には反発する動きがあったくらいだな。これは新ロシアという観点から見ても、東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と同様の現象が起きているね。そして、ゼレンスキー大統領が2022年8月29日の国民向けビデオ演説の中でウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきた。今回の侵略戦争は、ロシアが我々の領土であるクリミア半島を奪い、さらに東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まった。この戦争は、我々がクリミア半島をロシアから解放することによって締めくくらなければならないと主張したため、身の危険を感じた多くのロシア系住民がクリミア半島からロシア本土へ脱出したみたい。クリミア半島はウクライナ南部ヘルソン州やザポリージャ州に展開するロシア部隊の出撃地となった場所でもあり、
昨年4月11日にはプーチン大統領によってテロ警戒レベルが上から2番目の黄色に引き上げられており、島に駐留するロシア軍部隊ではウクライナ軍の進軍に備えてクリミア半島の要塞化を進めていることが伝わっているんだけど、クリミア半島のロシア系住民は今までの経緯から不安を強くしているんだと思う。ゼレンスキー政権においてクリミア問題を統括していてクリミアタタール人でもあるタミラタシェワ大統領代表が、ウクライナの国営テレビに出演して2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島をウクライナが奪還しようとすることに住民が不安を募らせていて、大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出していると述べたよ。2014年以降、クリミア半島には50万人から80万人のロシア人が違法に暮らしているとゼレンスキー政権から言われていて、ウクライナがクリミアを奪還した際にロシア系住民にはウクライナの法律や国際法が適用され、強制的に国外退去処分となってしまうことを恐れているんだろうな。また、クリミア半島の先住民族であるタタール人を支援している、エミール・イブラギモワ氏がウクライナのラジオ局のインタビューにおいてロシア系住民の多くは、いずれウクライナ軍が近い将来、クリミアを解放すると感じており、ウクライナから報復を受けることを恐れてパニック状態になっていると述べていたぜ。2022年8月にはクリミア半島南西部にあるロシア海軍の航空基地で爆発が発生し、ウクライナ軍による攻撃の可能性が高いと報じられた際にも、多くのロシア系住民がクリミア大橋からロシア南部のクラスノダールに逃れ、その車列によって渋滞が発生している様子の映像が SNS でアップされていたんだ。ウクライナでは2023年4月2日にダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表しており、その内容はクリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合のクリミアや、ロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針で、ロシアが同島を併合した2014年2月以降の不動産取引の無効化、ロシアの占領政策協力者の起訴、ウクライナへの敵対行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい処罰などの罰則のほか、ロシアのプロパガンダに共鳴した住民に対する政策などが示されていたね。ウクライナの脅しによってクリミア半島から脱出するロシア系住民が絶えず、ロシアが指名したクリミア共和国のセルゲイ・アクショウノフ市長は、クリミア半島にはウクライナの反転攻勢に対する備えはできているとして住民を安堵させようと努力しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍がザポリージャ州オレホボ周辺で反撃開始の兆しを出ているという情報を得たよ。ロシア軍はウクライナ軍の動きを見て後退しているみたいだね。東部戦線のロシア軍も補給路が断たれて食料や弾薬が到着しない状況が出てきているらしいな。さて今回は、そんなザポリージャ州での動きについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年4月に入り、新たに西側諸国からの新型戦車などの供与を受けたウクライナ軍が、反転攻勢の兆しが出ており、特に激戦地になる可能性が高いと予想されているザポリージャ州のオレホボ周辺に展開している。ウクライナ軍部隊の威力偵察とみられる活動が活発となって、ロシア軍との小競り合いが増えていることを軍事系のブログで確認したよ。オレホボ近郊では、これまでロシア軍の占領下にあった地域にウクライナ軍が進出している証拠の動画が SNS にアップされていて、その映像はウクライナ軍の陣地に向けてロシア軍がドローンを使って投降を進めるチラシを撒いている様子が撮影されていたね。この動画の背景から見て、同じくザポリージャ州のバシリウカからオレホボを結ぶ幹線道路 T812 が、ウクライナ軍の支配下にあると読み取ることができ、これまでウクライナ軍が陣地を設置していた地点よりも南に 5km ほど進軍しており、ロシアの占領下にあったノボニリフカまでも奪還した可能性も十分に考えられるぜ。最近の SNS を見ると、オレホボやドニプロ川沿いのバシリウカ周辺で撮影された動画や画像が増えていることから、この地域がウクライナ軍の次の目標であるか、もしくは、
どこか他の地域での犯行計画を義肩とするための動きなのかは、現時点では不明の状態のままだね。ウクライナ軍が大規模犯行を開始する時期は4月下旬もしくは5月に入ってからなどの憶測が飛び交っている中で、ゼレンスキー大統領は西側のパートナーから送られてくる弾薬を待っていると述べており、これを意味するところは EU が合意した加盟各国の備蓄分から 155mm 榴弾砲弾100万発以上を提供されるといったことを受け、これら砲弾がウクライナ軍に行き渡ってから実施されるのではないかと見積もられているんだ。砲弾の矛先についても様々な計画が用意されているようだが、それらの中で最も有力とされているのは、ウクライナ南部のザポリージャ州のドニプロ川東岸からドネツク州南部までの地域の戦線を突破して、そのまま一気に南進してアゾフ海まで突き抜ける作戦だな。この作戦を決行することにより、ロシア本土とヘルソン州とザポリージャ州に展開中のロシア軍部隊との通信を妨害することができ、補給路を断つとともにアゾフ海沿岸のペルジャンシク周辺に到達すれば長射程のロケット弾や榴弾砲弾によって、クリミア半島とロシア本土をつなぐクリミア大橋を完全破壊することも可能となるわけだぜ。昨年10月に車両型 IED で被害を受けて現在復旧中のクリミア大橋を完全に破壊することができれば、ヘルソン州、ザポリージャ州、クリミア半島、それぞれのロシア軍が孤立して、補給路を断たれた末に降伏せざるを得なくなってしまうだろうね。オレホボ近郊でウクライナ軍が活発な動きを見せていることから、ロシア軍の構築した防御陣地の弱点を探り出す威力偵察であるとも予想され、メリトポリやペルジャンシクと幹線道路で繋がっている交通の要衝であるトクマクを奪還するのが自然な流れなんだ。南部戦線においてはヘルソン州を流れるドニプロ川を溶かして、防御陣地が手薄だと予想されるクリミア半島北部のジャンコイやメリトポリを目指す作戦も考えられるけど、ウクライナ軍には橋梁がないタイガを溶かできる能力がないことを、アメリカ側が指摘していることからその可能性は極めて低いと言えるよ。また、ドニプロ川に架けられていたアントニフスキー橋とその隣の鉄道橋は昨年ウクライナ軍が完全破壊しているため、残るノバカホフカの水力発電所のダム上を通る橋の損傷具合次第で今後の動きが変わると言われているんだ。しかし、このダム上の橋についても、以前にウクライナ軍がハイマースによる GPS 誘導ロケット弾によって、大型車両が通行できないように穴を開けており、その後、さらにロシア軍によってダムが崩壊しない程度に破壊されたとの情報もあり、戦車を含む大部隊は渡れないと見ても良いだろうな。それから、ドニプロ川下流のムイコラーユ州のオチャコフから対岸のキンバーン半島に溶かする動きがあったことが伝えられたが、これに関してはアメリカをはじめとする NATO 諸国から水陸両用作戦のサポートがあれば可能だぜ。以上のことから、南部戦線において機構部隊による総攻撃を実行するには、オレホボからトクマク、あるいはドニプロ川沿いにあるカムヤンスキーからバシリカを経て、ミハイリフカとトクマクを奪還する作戦が最も有力だね。また、昨年9月にハルキウ州を奪還した時のように、この南部戦線におけるアゾフ海撃通作戦を陽動として東部戦線に新編された機構部隊を投入して、弱体化しつつあるバフムート周辺のロシア軍を駆逐して昨年7月に制圧された。リシチャンシクとセベロドネツクを奪還することも視野に入れておくべきだと思うよ。仮にロシア軍が昨年のハルキウ州での反攻時のように総崩れになれば、バフムートから南下して州都ドネツクを北と西から挟み撃ちすることもできるんだけど、この地域はもともとウクライナの親ロシア派武装勢力の拠点でもあったため、住民も親ロシア派が多く、ロシア本土にも近いことからロシア軍への補給も容易であり、ウクライナ軍へ抵抗する姿勢を見せる可能性が高くて逆に兵站を断たれることも十分に考えられるね。あるいは、ハルキウ州方向からルハンシク州のスバトボを攻撃して、ルハンシク州北部を奪還するルートを選択する作戦も考えられるが、この方面もロシア本土に近いために激しい抵抗を受けることと、戦略的に重要でない地域であることから除外して良いだろうな。春の反攻作戦の時期に関しても様々な説が論じられており、ゼレンスキー大統領はウクライナが勝利を手にするために、
軍は積極的に準備を進めているとして作戦開始が近いことを匂わせ、2月に大統領から留任を言い渡されたレズニコフ国防相も天候にも左右されるが、早ければ4月か5月のどこかで開始されると示していたよ。この反攻開始時期に関しては西側諸国からの戦車と弾薬の到着のタイミングによるとされており、各国から供与されるレオパルト2やチャレンジャー2の体制が整うのが4月中旬頃になると見られていたことと、やはり雪解けからのぬかるみが解消されて地面が固まる4月下旬または5月上旬に大規模反攻作戦が開始されるのではないかと予測されているんだ。また、ウクライナ国防省は国内メディアに対して反攻作戦の開始時期に関して我々は回答する権限がないので質問しないでほしいと伝えており、この時期をウクライナで公に発言できるのはゼレンスキー大統領、レズニコフ国防相、ザルジュニー総司令官の3人だけだろうな。ただし、オレホボから進軍してトクマクの奪還が成功し、さらに南下してメリトポリ奪還を目指すにしても、こちらを陽動作戦として東部ドンバス地方のドネツク州バフムートの周辺からロシア軍主力を追い込んで、セベロドネツクに進撃するにしても、ロシア軍は竜の歯などの強固な防御陣地を構築していることが予想されるため、かなりの激戦となって多くの血を流し、かつてないほどの大規模な地上戦が展開されてウクライナ軍の広大な戦車の墓場が出来上がるかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ついにロシア軍がクリミア北部へ戦車や装甲車を大移動し、ウクライナ軍の反攻に備えているとの情報をキャッチしたよ。クリミア半島は現状ロシア本土となるため、これは明らかにウクライナ軍の侵攻とも捉えることができるよね。そうなると、昨今の不審な爆発事件に関しても追及しなきゃだね。そうだね。さて今回はロシア軍がクリミア北部に装甲車を大移動していることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。欧州連合 EU が運用している人工衛星センチネル2が、1月21日にクリミア半島の北部を撮影した衛星画像を分析したところ、周辺のヘルソン州とのアゾフ海側の州境に近いメドベジェフカのロシア軍基地において大量の戦車、装甲車、榴弾砲などの兵器が映されているのが確認されていたほか、アメリカの宇宙企業、マクサーテクノロジーズが公開した同じ地点における2月11日の高解像度画像においても同様のものが確認されていたよ。それらの集積されていた戦闘車両の大半が移動していることが、最新のセンチネル2の衛星画像において確認され、移動先の詳細については不明ながら、ロシア軍がそれらの車両を、クリミア半島防衛のための防御線を張ったのだと考えられているよ。また、マクサーテクノロジーズが2月11日に公開したメドベジェフカ付近の衛星画像によると、それら戦闘車両が移動した他に、多数の塹壕や要塞と見られる建造物などによって構築されている、蜘蛛の巣のような網目模様が映されており、ウクライナ軍が、クリミア半島に侵攻することを想定した対策が練られていることを物語っていたね。さらには竜の歯として有名な対戦車用の鎖型のコンクリート障害物も数多く構築されていて、1月3日に公開された衛星画像と比べて防衛陣地全体の規模がさらに大きくなっており、かつメドベジェフカ村の近くに集中していることがわかっているよ。ちなみに竜の歯とは無限軌道のキャタピラーを装着して、道路以外の不整地でも移動可能である。戦車の突撃を止めるために考え出された人工の障害物で、鉄筋コンクリートなどで作られた、大きなテトラポットのような三角錐や四角錐の人工物を、敵の進撃軸に対して縦に数列密に並べた上で横に長く線状に構築したものを想像するといいね。確かに戦車は不整地を自由に動き回れるのだが、車両の全長よりも少し幅が広い架線や塹壕などを乗り越えることが難しいほか、突起物に乗り上げると亀状態になることがある弱点を持ち、戦車がこの竜の歯を乗り越えようとすれば、底部が先端部に乗り上げてしまいキャタピラーが空転して身動きが取れなくなるよ。この三角錐や四角錐のテトラポットを戦車が突撃してくる方向から次第に高くなるように縦に4から5列ほど敷き詰めて、
それらを横に広く並べた様子が口を開けた竜の歯のように見えることからその名が付けられたってわけだ。4月11日にクリミア半島でロシア側が主張として任命されているアクショウノフ氏が、この先に予想されるウクライナの反転攻勢に対して、備えは十分だと言わんばかりに、ロシア軍はクリミア半島をすでに要塞化していて、ウクライナ軍の反攻を撃退するのに、十分すぎるほどの兵員と装備を準備している。ウクライナ軍を過小評価してはいないが、もし攻撃されたとしても対戦車壕や対戦車地雷などによって撃退する準備はできており負けることを想定していない。クリミア半島の出入り口部分に防衛のための構造物を構築するという判断は正しく、理にかなったものだったと思うと手の内を明かしていたよ。そして、西側の軍事専門家の間では、このアクショウノフ氏の言葉を踏まえた上で、ウクライナ軍が計画している反転攻勢への防衛作戦に関連している可能性があると指摘しているね。ウクライナ軍が反攻作戦を展開する公算が高いと見られているウクライナ南部のロシア軍に占領されている地域で最近、原因不明の爆発が多発しており、いわば攻撃準備射撃的なものが行われているのではないかと踏んでいるんだ。テレグラム非公式チャンネルにおいて、ヘルソン州のドニプロ川上流にあるノバカホフカやその近郊で、複数の爆発があったとの報告が上がっており、ノバカホフカにはドニプロ川の水を利用している重要な水力発電施設があり、そのダム上の橋を大型車両などが通行可能な状態であれば、ウクライナ軍の反攻ポイントの一つとなるだろうね。この非公式チャンネルではノバカホフカ方面から爆発音が聞こえて、煙が上がっていて何かが燃えている様子だ。とも述べられ、これが関連しているかは不明だが、ノバカホフカの地元当局関係者は、ウクライナ軍の砲撃によって民間インフラ施設が破壊され同地への電力供給が断たれていることを明らかにしたよ。また、ウクライナ軍が奪還に成功したドニプロ川西岸地域からも攻撃があり、ヘルソン州のロシア軍政当局によると、ノバカホフカ近郊の村への砲撃によって民間人女性一人が死亡し、その夫が重傷を負っているんだ。さらにヘルソン州の隣に位置するザポリージャ州メリトポリでは大きな爆発音が聞こえたことを、同市のフェドロフ市長が明らかにしたが、同地はロシア軍が統治しており、同州の最前線に展開している部隊の拠点になっている都市であることからウクライナ軍による弾薬庫などのロシア軍の軍事拠点への砲撃か、あるいは住民のパルチザン活動による破壊工作とも予想されているよ。その他、ロシア側ザポリージャ州占領当局の高官によると、メリトポリ市内の集合住宅の入り口付近で爆発が起きて、建物がやや損傷したものの死傷者は出ていないという報告があり、いずれも空爆や砲撃によるものか破壊工作によるものかは今のところ明らかにされていないね。ウクライナ南部におけるロシア軍の部隊配置について、アメリカは自身の機密防衛の漏洩を払拭するかのように、シンクタンク戦争研究所を使って4月23日に分析結果を公表しているよ。その分析によると、ザポリージャ州からドネツク州西部にかけての最前線には、旅団規模のロシア軍機械化部隊が15個、歩兵部隊4個、戦車部隊1個、スペツナズ特殊部隊が2個、空挺部隊1個が配備されていると見積もっているんだけど、それぞれの部隊の消耗が激しいことを鑑みて、3000から4000人とされている定員を充足しているかは不明とされているみたい。この方面における防御陣地に関しては、ドニプロ川東岸沿いからメリトポリを通じてクリミア半島に向かう正面には、3層の厚さで濃密に構築されていると予想され、ロシア軍はこの3層の防御ラインを使って、突撃してくるウクライナ軍の戦力を消耗させる考えだろうね。そこにある塹壕と障害の前に全火力を集中して、攻撃部隊を撃破するためのキルポイントも当然準備されているみたい。確かにその地域の中央部分やマリウポリの西側に向かう正面には、1層または2層の塹壕と障害物が構築されているが、西側の戦線ほど濃密ではなく、また東側のアゾフ海寄りには多数の部隊が配備されているものの、塹壕や障害は少ないと見積もられているからな。このアゾフ海寄りに多くの部隊が配備されているのは、これらが予備部隊として配置されている可能性が高いほか、
これまでの損耗が多くて補充されていないために戦力として計算が難しい部隊であるとも指摘されているよね。ドニプロ川に架けられていた橋はウクライナ軍の砲撃によって全て破壊されていて渡れない状況が確認されているけど、三角州などの湿地帯が少ない箇所であれば、浮き橋などによって戦車を渡すことも可能なんだ。こたびのウクライナ軍の動きが陽動作戦であるのか、あるいはクリミア半島奪還のための、思考であるのかは全く判断がつかない状況であり、今後のロシア軍の防御戦線に注目していきたいところだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍がヘルソン州アントノフスキー橋東岸の湿地帯で数キロにわたり拠点化しているらしいよ。あのアントノフスキー橋は、ウクライナ軍自らのハイマース攻撃で通行不可となっているよな。もしかして大規模反攻開始の兆しだったりするのかな？今回はそんな南部ヘルソンドニプロ川東岸をウクライナ軍が拠点化していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍による反転攻勢がいつ始まってもおかしくないとされる南部ヘルソン州において、西岸から渡河したところで拠点を構築しているらしいと、アメリカのシンクタンク戦争研究所が2022年4月22日に明らかにしたよ。ここ数ヶ月の間で西側諸国から供与されたレオパルト2やチャレンジャー2などの操縦訓練を終わらせたウクライナ軍兵士が、訓練先から次々に帰国していて、それら戦車もウクライナ国内へ一緒に運び込まれている状況の中、ウクライナ軍では新たな機甲作戦用の部隊の新編成が進められており、反転攻勢が5月中旬にも開始されるということが強まってきたんだ。ウクライナ軍が国内で 1000km 以上にわたる戦線のどこで反攻を仕掛けてくるかいくつかの候補があるんだけど、そのうちの一つとして、現在激戦も続くロシア軍に押されている東部ドンバス地方のバフムートに大部隊を投入し、弾薬未補給を理由に民間軍事組織ワグネルから見放されたロシア軍を壊滅状態に追い込むのではないかと見られているね。ただし、東部ドンバス地方はロシア南部と国境を接しているためロシア正規軍への補給は容易であり、同地域のルハンシク州とドネツク州はもともとが新ロシア派武装勢力の勢力範囲であるため、ウクライナ軍が奪還したとしても逆にパルチザン活動による激しい抵抗を受ける可能性が高く、ある程度まで進撃したとしても停滞するのではないかともされているな。仮に新編されたウクライナ軍の機甲部隊をここで消耗した場合、ザポリージャ州やヘルソン州などの南部戦線に兵力を回すことは皆無となり、ゼレンスキー大統領が再三主張しているクリミア半島奪還の実現も遠のき、ロシアが侵略戦争を開始する以前の領土の回復は絶望的となると思うぜ。これらの理由から軍事専門家たちはウクライナ軍が反攻作戦を仕掛ける地域は南部のザポリージャ州やヘルソン州であると推測を立てたよ。そして、最も可能性が高いのは東部戦線のザポリージャから南下してメリトポリからアゾフ海沿いまで続く進撃するルートで、これによってクリミア半島からヘルソン州南部とロシア本土をつなぐドネツク州との連絡を断たれ、さらにアゾフ海沿岸からクリミア半島の東端とロシア本土のクラスノダール地方との間のケルチ海峡にかかる、クリミア大橋を長射程兵器で破壊することが可能となり、クリミア半島奪還への大きな一手となってしまうんだ。しかし、メリトポリ周辺にはロシア軍が敵戦車の進軍を妨げる U の刃と呼ばれる防御ラインを多数設置しているため、この方面での反攻はある意味で現実的と見られているぜ。冒頭で述べた戦争研究所の分析が正確な情報に基づいたものであれば、ウクライナ軍はヘルソン市周辺からドニプロ川を渡河して東岸からヘルソン州を奪還する作戦を計画しているとの予想が強まり、続報が待たれているからな。しかも今回の戦争研究所の分析はウクライナ側や西側から入った情報からではなく、ロシアの複数の軍事ブロガーたちが投稿した画像などを分析したものとされていることから信憑性が高いと言われており、それによると、4月20日以降にウクライナ軍部隊がドニプロ川東岸の幅数キロにわたる湿地帯に上陸したところで、拠点を構築しているらしいぜ。
ウクライナ軍が一時的に進軍したという情報があるのは、ヘルソン州でロシア軍が強固な守りを築いていたはずの東岸の小都市アリョシキの北方2カ所の地区だが、ウクライナメディアからこの件について問われたウクライナ軍のグメニュク広報官は沈黙が必要だと述べて否定も肯定もせず、ドニプロ川の渡河が必要とされている現在の状況下で、ウクライナ軍においては困難な作戦が続いていることを理解してほしい。我が軍の安全が確保されていない現状では、機密は保持されるべきだとして具体的なコメントを控えたね。また、ウクライナ軍からはヘルソン市が4月23日までにロシア軍のスホイ35戦闘機による空爆を複数回受けたと発表されており、これら東岸における動きとの関連は不明だけど、ドニプロ川の流域をめぐって緊張感が高まっていることは明らかなんだって。ロシア国営タス通信によると、ヘルソン州知事代行である親ロシア派行政トップのサリド氏が偽情報だと反発したことを伝えたほか、一部のロシアの軍事ブロガーから発信された情報では、ウクライナ軍がドニプロ川東岸を奪還したのは一時的だったとされていて様々な情報が錯綜しているよ。これに対して戦争研究所ではロシア軍は占領下にある都市部の防衛を優先していて、ドニプロ川東岸付近は最初から兵員を配置していなかった可能性があると分析しているな。ヘルソン州をめぐっては、昨年の9月末にプーチン大統領が東部ドンバス地方のルハンシク州とドネツク州及びヘルソン州並びに、ザポリージャ州の併合を宣言したけど、11月にウクライナ軍が州とヘルソンを含むドニプロ川西岸地域を奪還されてしまい、ロシア軍はウクライナ軍の渡河を防ぐために東岸地域を要塞化したと伝えられ、ヘルソンを含む西岸地域を盛んに砲撃していたよ。ヘルソン州はロシアが実効支配するクリミア半島の付け根に位置し、ロシア本土とクリミアを陸路で結ぶ回廊の一部をなす重要地域であり、戦争研究所が発表したように、ドニプロ川東岸地域へのウクライナ軍の進出が事実であれば、ロシア軍はクリミア半島と、その回廊の防衛に戦力を割かなければならなくなり、この半年以上にわたって戦力を注ぎ続けてきた。バフムートなどにおける戦闘がさらに停滞することも懸念されるため、今回のウクライナ軍の動きはロシア軍を翻弄する陽動作戦の可能性も十分に考えられるね。現在、ウクライナ軍が劣勢状態となっているバフムートではウクライナ側はロシア軍への抵抗を続けて出血を強いるとして、大損害を与えて消耗させながら自軍の新たな機構部隊編成のための時間稼ぎを行い、ロシア軍がヘルソン州防衛のため東部戦線に集めている兵力を割くことになれば、バフムートでの圧力が低減してしまうかもしれないんだ。またプーチン大統領が新たな動員令を発令すればロシア本国から大規模な増援をウクライナへ送り込むことは容易ではあるが、現状は東部ドンバス地方の戦力を維持しながらヘルソン州に兵力を配分するにはザポリージャ州の部隊から派遣しなければならず、同州のメリトポリを奪還することを目指していると予想されているウクライナ軍にとっては、この地域の防御兵力が薄くなることは望ましいに違いないぜ。いずれにせよ、ウクライナ軍はロシア軍の動きを警戒しながら反攻作戦を展開する戦線を決定できるアドバンテージを持っており、ロシア軍が神経を研ぎ澄ます状況が続くことが予想されるんだけど、その一方でプーチン政権はベラルーシとの連携を強めており、核兵器が搭載可能な短距離弾道ミサイルイスカンデルの運用訓練を終えたベラルーシ軍兵士がロシアから帰国したことをベラルーシ国防省が発表していて、ベラルーシが配備に合意したロシアの戦術核弾頭の扱い方を学んだ可能性があるとして、ロシアが核を後ろ盾にしつつ両国が納得いく終戦を告げることを期待したいよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。